スタースランパーラレちゃんの面白さってどういうところなんでしょうかまあ、不条理ギャグアニメなんですけど、不条理ギャグアニメの中で、その絵柄がすごくあの可愛かったので、多分、あの、ファミリー世代で受けた不条理漫画でテレビアニメまで行ったのが初なんじゃないかな。これ初じゃないかもしれないですけど、僕が知る限りなんですけど、あの、その前ってジャンプだと、なんかその小回りくんだったりとか、 なんか、割とちょっと、あの、下品なものが多かったんですよね。要は、その下品だったり、その大人がちょっと、こう、眉をしかめるような、その不条理漫画が多かったんですけど、あの、アられちゃんに関しては、まあ、主人公が、あの、女の子であるっていうのも含めて、結構、その、あの、そこまでその、きつい表現っていうのがなかったんですよね。まあ、最初の頃には結構ギリギリのラインとかを狙ってたりはあったんですけど、なので、その、 一般の人が見ても割と許されるっていう、そマカロニほうれん草とかですね。あの、なんか一般の子供とかが見ると良くないみたいな。なので、ああいうその不条理漫画っていうのがうまくいったのはそこら辺のじゃないかな。ジャリンコ知恵は、あの、どちらかというとストーリー漫画なんですよね。まあ、一応その、あの、生きてる人がいて、その人が生活をしていくっていう。なので、あの、一般的なその漫画の中のに人間が出て普通に生活するっていうので、その逆漫画って特殊能力を持ったりするんですよ。 あ要はその、あの、アルエちゃんとかとか、あだかめちゃめちゃ強いとか、そう首が取れてもいいっていうとか、っていう感じで、その、不条理ギャグ漫画って基本的には、その、現実とは違う設定っていうのを入れがちなんですけど、でそこの現実とは違う設定がありながら、面白いギャグをやるっていう、そういう不条理系では、多分最初じゃないかな。うん、ちびまる子ちゃんとかだと、あれ、その、不条理ギャグ漫画というよりは、むしろその、現実の中の、 まあ,あの、桜もこさんの割とその自分の生活と結構その重なった部分もある、その人の人生を描いてる作品なんですよ。サザエさんとか、そのあの、チーマルコちゃんとかって、その空飛んだりとかミサイルとか出てこないじゃないですか。でもあの、不条理ギ漫画だとなんかミサイルが出てきたりとか、めちゃめちゃでかいハンマーが出てきたりみたいな。なのでシティハンターとかめちゃめちゃでかいハンマーとかが出てくるので、あれは不条理ギ漫画に、あの、こうカテゴライズされるんじゃないかなと思うんですけど。 なのでまあこれはあの人によってこう語られてしまうと思うんですけど、ただ、不条理逆漫画っていうのを、漫画雑誌を見ない人が、テレビを見て初めてあ、あこんなのがあるんだっていうので受け止めたっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、神遊気とかなので、不条理逆漫画系です。なので、そういう意味でいくと、ドラゴンボールはちょっとストーリーがちゃんとあるので、なので、永遠に続かせるのが結構難しいんですよね。 ではその、まあ、あの一話完結型の,あのオチのある話とかもちょこちょこあるんですけど、でも基本的には、天下一武道会ですとか、あのスピッコロ大魔王が攻めてきましたとか、まあ、のセルが攻めてきましたとか、一応、何かが攻めてきて倒すっていうストーリー設定があったりするので、そうすると、脚本家レベルで作るのがちょっと難しくなっちゃうんですよね。要は、そこまでのストーリーというのを鳥山明さんの承認前に書いていいのか、承認のない中で書いていいのかっていうところが結構難しくなってしまうので。 ただその、あの、ま、映画みたいなので1話で終わるんだったらまあいいよねなんですけど、やっぱりその全体のストーリー構造までを、あの赤の他人が書いてあるのはいかがなものなのかなっていうので、なので、それが許されそうな例でいくと多分ベルセルクが僕が知る限り初になるんじゃないかなと思うんですけど、 今日はそのベルセルクの作者さんというのが、あの三浦さんが亡くなってしまったんですけど、あのそのホリーランドっていう漫画を描いてるあの漫画あの森さんだったかな、があのめちゃくちゃ仲良くて、あのベルセルク、こういうふうに終わるよねっていうのを聞いてて、でそこら辺の編集さんだったりとか、そのアシスタントさんというのも、ベルセルクはこういう形のオチになるっていうのを大体分かってると。 なので、作者さんが亡くなったんだけど、そのストーリーをその森さんとアシスタントさんと編集さんで、その続きを描くっていうのを、まあ、プロジェクトとして始まっていて、まだ再開はしてないと思うんですけど、多分僕が知る限り、その、作者さんが亡くなった後にストーリー漫画が続くっていうのは、多分初の例がベルセルクになるんじゃないかなと思うんですけども、はい。 なので、あの、栗本香さんのクイーンサーガーっていう小説もめちゃくちゃ長かったんですけど、やっぱり栗本さん亡くなったら終わっちゃうっていう。で、あの、ゴルゴ13が続く理由っていうのは、あれはそのストーリーじゃないんですよね。基本一応は完結型なんですよね。なので、ああいうタイプは続けやすいんじゃないかなと思うんですけど、はい。